わ。泣きそうだけど笑わせてる。金のことね、そういう面もあるんだ。親子か。こんにちは、ナリトチャンネルのナリトです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今回は視聴者さんからのレコメンドで、日本のお笑い動画で志村けんさんのお百度まり、どういう意味だろう、まあ後で見てみましょう。はい、学ぶだよさん、他にレコメンドしてくれた皆さんありがとうございます。もしこの動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。じゃあ見ていきましょう。おかげでのプリエナルにもコンプライチェーブサーチポンともちんどもちもいぬくにょも。お、すごい。すごい昔。何時代。今回はなんか不要人の演じてる、お父ちゃん、お父ちゃん、これよ、おそらくなんとかって流行り病だぜ。体中がしびれちまってよ。おさぶたぶた。今みたいにわけのわかんない発作が起きんだ。そのうちだんだん心の臓が弱ってきて。新しいの。最後には。病気の志村さんが。演技でもねえこと言うんじゃない。東京でも。実は泣きそうだけど笑わせてる。医者には見てた。誰か医者知らねえのかよ。医者がいてもお金がありませんから。なんとか力にはなってやりてんだが、金のことばっかりやな。神社の参道を百遍行ったり来たりしてお参りするんだ。するってどう神様に願いが通じるそうだ。そういうのもあるんだ。百度参りやってみます。親子子父ちゃん大丈夫。79。よく考えたらよ、これは本当はおめえがやっちゃねえよ。
はこういう、うん、信じること文化習慣かなと説明したらいいのかな、 なんとなく理解できてるんだけど、うん、こういう文化習慣とかそういう信じることが、うん、日本はあるんですね。実際に本当にあるんですか？カンボジアでもね、いろいろあります。もう私が全てわからないけど、小さい頃はね、よく例えば病気になったりするときに、まあ、カンボジアはその時医学、今でもまだまだ日本みたいに発達していなくて、もっと私が小さい頃はね、病気になったら赤すりをする、すごい痛い、もう今までもその痛い目が嫌だった気持ちがまだまだ残っていて、こういうのを体調悪い時に熱出る時に赤すりをしたりした経験がやらせた経験があって、もうすごい怖かった、うん、今までもだからもう今もねまだまだある、そういう慣れてきた赤すりしないと熱が治らないというのもまだまだ田舎の方があります。プノンペンでももちろんあるんですけど、でも私には絶対やらないことです。あとは赤ずりもし熱が下げなければ、なんか植物の葉っぱとかこういうのを飲ませたり、熱下げる葉っぱ、昔からの伝わってきた薬みたいな感じを生で絞って、生水とミックスして、ジュースっぽい感じのものを飲んだり、お茶みたいなことを、なんか木の皮、知らないからどう説明かわかんないですけど、そういうのを薬だと伝わってきて、そういうのをお茶みたいな感じ作って飲んだりして、熱を下げられるような感じ。でももしこういうことがやっていてもまだ熱のだったら、占い師に行って占ってもらって、もしかしたら前世の親とかが、恋しくてもう取ろうと、今の時代、今の親から取ろうとしているんじゃないかっていうのをよく覚えている、よく記憶があって、そうするときに前世の親にお供えるとかのがすごく多かったな、覚えてるさっきの、なんか病気になるときにこういうことをやったりするの、似てるっていうか、こんなことカンボジアであるのを、このコントを見て、これは日本にはあるんだなって。でも本当かどうかは分かんないけど、今皆さんに聞いています。で、そしてカンボジアでもこんなことあるんだよっていうのを、これを見てこんなコメントがあります。そしてもう一つのコメントは、このね、お笑いさんがさすがですね。こんな実は悲しい状況なのに笑わせる志村さんがすごいでしょうね。あとはそうですね、お父さんが死にそうに病気になった時に子供たちがこう
集まってきてくるのもカンボジアとすごく似ていて、その中のストーリーの中に、なんか先病気になって何もできない、お金がないからみたいな、うん、ことをそうね聞いて、いろいろ私にとってすごくタッチングというのをよく経験したり、よく私の家族 だけではなくて、いろんな貧しい、知り合いの家族とか、社会で私目で見たことがあるのでね、なんかお金になれる、なんかお金になれ、お金で解決できることなのに、お金がなくて解決できないことが辛いでしょうね、うん、はい、こんな感じ。お笑い動画なので暗かった、笑ってください。はい、皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。また私の動画でお会いしましょう。そして最後に一緒に笑いましょう。